ブルーメは機械知性体パックにインストールされ、巨大な破壊兵器ロビングッドフェローへと変貌した。その力はミッドサマーズナイツを圧倒し、そしてふるさと地球を襲う。しかし運命を選んだ少年は戦いを諦めない。次回キャプテンアース最終話、キャプテンアース、キャプテンありがとう。